はい、仕掛けていただいて、あ、どうぞこちら、はい、座っていただいて、ここでいいですか？はい、どうぞ、はい、で、なんかちょっと右肩にハープを倒すので、はい、ちょっとだけ、足ちょっとで大丈夫、ちょっと開いていただいて、はい、こんな感じなんです。あ、すごい、似合うそう、いい感じで、重さ大丈夫ですか？あんまり重すぎない感じ、はい、いや、全然、こんな楽器を体につけるなんて初めて、はい、そうなので、はい、で、まずあのハープに弾くとき、はい、まずは、はい、あの何弾いたときもここに握るっていうの、戻るっていうのがあるんですけど、はい、まず人差し指を赤い戸のとこに置いていただいて、はい、そうそうそう、で、まず他の指を一旦握ってもらっていいですか？はい、感じ、そうそう、こっちです、はい、そうそうそう、で、人差し指だけ出して、はい、で、親指はこの上に乗せとく、まあ、これすごい、ハーピスト、ハーピストまだ弾いてないけど、ちょっと弦を押していただいて、こんな押しちゃっていいんですか？そうそうそう、なんか弓を弾いた時に音がしたのがきっかけでできたらしいので、はい、ハープってなんか、あ、確かに弓の形してるかも。そう、あ、そあの、なのでちょっとだけ弦を押していただいて、はい、で、手のひらに戻す、その時必ずここまで、あの、はい、手のひらまで戻るのが大切。手のひらまで戻る、ここまでですね、ここまで、そうそうそう、ポンってなんか掴むような感じで、